始めようと思うんだけど、まあ、一つ予想外だったのは、すごい吉田くんのさっきのプレゼンがハイクオリティすぎて、あまりにクレイジーすぎて、そこから俺は何をやればいいのかっていうところが、俺昨日結構ガチで寝る間惜しんで考えてきたんだけど、全然あいつのプレゼンに比べたら俺ってクレイジーじゃない、ある意味まともな人間だなっていうのを見ても安心したんだけど、まあとりあえずまあ別にプレゼンの内容変えられないから俺は俺なりにやっていこうと思うんで、お付き合いよろしくお願いします。国際地域の2年の鮎川壮って言います。初めましての人は初めまして、これからもよろしくお願いします。では自分一応このイベントの主催者なんで、まあ、皆さんにありがとうございましたっていうことをお伝えしたい。俺のために来てくれてありがとう。そういうことで、まず簡単に俺について説明したいと思うんで、ね、俺多いわ。俺1995年に神奈川県の横浜、あのね、日吉っていう慶応大学の本拠地で爆誕してるのね。で、爆誕から間もなく、もう生後3日目とかで、俺世田谷区っていうあのオシャンティーな町に移住してるわけよ。で、ずっと今まで世田谷区でぬくぬく育ってきましたって。で、めっちゃ多いんだけど、俺は小中高、あ、じゃあ小中地元の学校で、あの公立があって暮らしてきて、小学校が6年間1クラスで、中学校が2クラスだったね。で、それでバーって生活してきて、だから小中基本同じやつと生活してきて、で、高校に行ったら、高校って、まあ、みんなもそうだと思うんだけど、すごい数のクラスなんじゃん。俺のところは12クラスだったわけ。で、全然もう、バレだよお前みたいな日々。それで、俺はそういう環境に全然馴染めなくて、親にわざわざ理由を伝えて、一回本辞めさせてもらったの。で、高2の時から、俺は東京の代々木に、なんとね、東京国際学園っていう、長野県に本拠地がある通信制の高校のサポート校に通って卒業してる。だから大学を出る時の、あ、じゃない、高校出る時の俺の偏差値ってのはマジでクズなのね。なんか予備校に一応通わせてもらったんだけど、予備校で高校でやったと思うけどみたいなところは、ちょ、もしもし今度分かんないみたいな感じだったから、まあ、ビリギャル状態、本当にビリギャル状態から俺は始まったんだ。ビリギャルで行こうよ。で、これ高校の時の俺、これ台湾の修学旅行だったんだけど、すごいちょっとトゥーファットな感じだったんだけど、で、まあ、割といい笑顔してるなって自分で思うんだけど、もう本当にこの時はなんか、まあ、ここの高校の人たちはすぐ馴染めたから仲良かったんだけど、そうは言っても人見知りするし、なんだろう、すごいネクラ、家帰ったら全然誰とも話さないみたいな感じで、そうだね、自分が自分で大嫌いだったんだけど、そんな自分が大学1年の時に、まあ、みんなも知ってる人も多いと思うんだけど、フィリピン研修ってあったじゃん、あるんだけど、そのフィリピン研修でセブに1ヶ月滞在したのね。セブってすごいよね。すごいって何がすごいかっていうと、人がさ、すごいあったかいのね。で、スラム街とかザラにあって、なんか生きてるってすげえなみたいな感じがもろに受けるわけよ。その結果どうなったかっていうと、こうなるわけね。すごいなんかもうリゾート気分でサングラスかけて OK とかやってる、それぐらいポジティブになれるし、なんか日本人っていうことに誇りを持てるっていうか、まあ、まあどうでもいいけど自分が変わったわけ。フィリピン研修で俺は変わったって言っても全然過言ではない。まあそんな19年間送ってきて、まあ今年 何やろうかなみたいなことを考えて、まあいや自分がやりたかったこういうテッドみたいなプレゼン大会をやろうかなって言って企画してるってこと。まあところで、ね、俺の話はもうこの辺に置いといて、まあ言うて俺の話持ってくんだけど、俺が今一番欲してるものは何だと思うっていう問いをみんなに投げたいわけ。この世には腐るほどたくさん俺欲しいものいっぱいあるわけよ。名誉とか金とか、もう免許とか取りたいし、いい成績とか取りたいし、夏は別のチケット取りたいし、あ、親が割と厳しい、なんかそれこそ高校まで俺も携帯持ってなかったから、もうそういう自由、一人暮らしして自由も取りたいし、本もたくさん腐るほど買いたいんだけど、出てこねえぞ。まあ、そりゃ全部欲しいわけ。そりゃ全部欲しいわけ。そうなんだけど、
そうなんだけど、一番欲しいのは愛だよね。彼女が欲しいわけよ。彼女が欲しいわけよ。俺もね、リア充になりたい、リア充に。でも、俺こんなプレゼンしてるし、高校の時陰キャだったって自分で言ってるから、彼女いるんじゃないか、クソ童貞と思うかもしんないけど、彼女はいたわけね。まあ、一応、こう。俺は公共の電波に乗せちゃいけないやつだから。で、いたことはいたんだけど、まあ、高校2年の時に8ヶ月使って、まあ、別れちゃって、その別れ方は、まあ、知ってる人は知ってると思うけど、まあ、壮大な別れ方をしましたと。まあ、どうやったらもう一回俺には彼女ができるんだろうっていうことで、まあ自分で容姿が醜いのは一番分かるんだけど、一番大事なのは俺になることだね。なんだよお前、俺ばっかじゃねえかよって多分思ってると思うんだけど、俺になることっていうのは鮎川荘になるっていうことなのね。まあみんなが鮎川荘になっちゃダメだよ、それ気持ち悪いからね。例えばモテるやつの特徴とか、こうすれば彼女を落とせるみたいなテクニックがいっぱい世の中に存在するんだけど、それじゃダメだと思うんだ。それだとありくれた人間になる。まあ、彼女できるかもしれないけど、俺それで彼女は作りたくないっていうか、まあ、自分っていう人間をね、愛してほしいなっていう、すごい乙女チックなことを言っちゃったんだけど、そういうことよ。で、彼女になるために何をやろうかなっつって、俺はとりあえず考えてみたの。とりあえず旅、一丁前に旅をしたい。世界一周とかしたら、うわあいつかっこいい、鮎川先輩かっこいいみたいな感じになるかなって旅をしたい。あるいは、すごいこのメガネキャラっていうことを生かして、俺は勉強しまくって東洋でてっぺんを取って、そんでインテリな彼氏っていう感じの枠になりたい。まあ、あるいはとりあえず何でこの服って思うかもしれないけど、おしゃれになりたいっていうことね。まあ、とりあえず全部やるんだよって自分で言い聞かせてんだけど、でも最近何やりたいか、どうやったら彼女できるかっていうことを突き詰めた挙句、まあ、そんな単純なことじゃ彼女できねえよ、おめえってことだね。大体旅とかは旅行好きだからちょいちょい行ってるし、勉強もそんなクソみたいな高校から東洋行ってんだからそこそこやってんじゃんって思うわけ。でも彼女できない。なんなのって思うわけ。で、俺は前歯ハゲ散らかすこと考えてるんだね。どうやったら彼女できるのかなっていうことを。それで、俺はやっと結論に至ったの。まあ、言うなれば、ひらめいたわけよ。どうやってひらめいたかっつったら、俺は自分の強みがないなってことに気づいたね。例えば、旅して一丁前になる。まあ、それは、例えば社交力とかもつくかもしれないし、自分に自信が持てるとか、そういうことでは成長できるかもしれないけど、自分だけの強みってないなと思ってんの。自分だけがやったこと、自分だけしか他の人に出せない強みっていうのは全然自分では理解できないから、まだ俺はなんか周りのと違うことをしてるだけだけど周りに埋もれてるみたいな。まだ俺は完全に自分だけの世界に飛び立ってないなっていうことに気がついた。だから俺は今自分が何やりたいかって言ったら全然答えは明確に出さないし、全然模索してるんだけど、俺は俺だけの強みを持っていつか彼女を作りたいってそう思ってます。だからこれが大学生生活の4年間のうちに俺がやりたいことだし、早く、なんだろう、なあ自分じゃなくて、しっかり俺はこう、お前たち違うっていうところを出せる人になりたいと思ってる。だからみんなも大学生活何やりたいかなって思ってると思うんだけど、自分だけっていうところに着目して物事考えてみたらどうかなって僕は提案したいと思ってます。最後僕って言っちゃったけど、まあいいや。これで終わらせてもらってないですけど、はい、ありがとうございます。